日常演舞の食歌にようこそ。さて本日の演舞はこちら、ではごゆっくりお楽しみください。ドミノピーさんのウルトラチーズ、トッピングピーさんのクワトロの L サイズを食べたい。あれ R だったっけ M だった、一番小さなサイズですね。はい、このウルトラチーズピザ前々から気になってはいたのですが、今回トッピングされたということでついに食べてみることにしました。まあ、4サイズあるんでニューヨーカーに挑戦しようと思うんですが、さすがにそれやるともう胃に穴が開いてしまうのでちょっと重いなと思って、今回は一番小さなサイズにしました。それでもチーズたっぷりですね。これは美味しそう。確か4種類あったんだけど、どれだっけ。まあ後で調べればいいか、それはそうとして、早速この大好きなサラミ、おっとっと、チーズすごい、ほんとチーズすごいですね。一番小さなサイズでもこれだけたっぷり入ってます。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。普段はトッピングを引き立てるチーズが完全にトッピングを食っちゃってるぐらい本当にチーズがすごい。これはチーズ好きの方にはたまりませんね。反対にトッピングをピザに求める方にはちょっと物足りないかな。でもこんなにたっぷりのチーズを味わったことって本当今までないので、とっても美味しいです。もっといろんな種類、甘いのとか出ないかな。やっぱりウルトラチーズというだけあってチーズがたっぷり入って感じられましたね。もう口の中に入れた瞬間にチーズが風味が広がってきました。ピザのチーズって結構割と地味に引き立てる印象があるんですけど、これはもうチーズが強烈に主張してきました。なので他の具材が完全に隠れてしまっているような、そんな気がしました。まさにチーズを主役とするにふさわしいピザでした。その中でもバジルやブラックペッパーといった刺激のあるものはチーズと味を変えてくれることができて美味しかった。本当にサラミやソーセージ、ベーコンなんかは完全にチーズに食われてしまっていましたね。なのでトッピングハリにしてみたのですが、やはりチーズが好きな方向けのピザということで全て同率ですね。全て同率でこちらの点数とさせていただきます。チーズ本当にすごかった。それでは森林浴、水も浴びるやこの夏は、まあ森も水も涼しげで癒してくれそうですね、夏なら。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。